マリア・グレゴリエブナ・スクラートバ・ベリスカヤは、モスクワ・ロシアのツァーリ・ボリス・ゴドゥノフの皇妃。クセニア・ゴドゥノバ、ヒョードル2世の母でもある。殺害されるマリアとヒョードル2世。マリアにすがるクセニア。イヴァン4世のお気に入りだったオプリーチニキの狩猟、マリュータ・スクラートフの娘だった彼女は、1570年。 あるいは1571年に当時はまだ無名だった、オプリーチに帰還員のボリス・ゴドゥノフと結婚した。その後、ボリスは次第に出世していき、1584年にイヴァン4世の息子ヒョードル1世の殺傷となり、1598年にはヒョードル1世の死を受けてツアーリとなり、彼女は皇妃となった。だが、当時のロシアは大飢饉が相次ぐなど、 正常不安が急速に拡大していた時代であった。脆弱な基盤しか持たない信仰の統治者だったボーリスは、これに有効な対処ができず、彼の新たな知性は早々に失望と反感を買うこととなった。1605年にボリスが急死し、わずか16歳の息子のヒョードル2世が後を継ぐと、ゴルの不景を見限る人々が相次ぎヒョードル二世は急速に支持を失う一方、 反乱を起こした戦勝者にせ、ドミトリーの力が強まることとなった。同年6月に、ニセドミトリーは、モスクワに入場。直後に、ヒョードルニセ世とその家族は逮捕され、マリアは、息子のヒョードルニセ世と共に絞め殺された。娘のクセニアだけは、処刑を免れたが、ニセ、ドミトリーの目かけになるのを強制された。後に、 修道院に入れられたくせにやは、マリアやヒョードルを弔いながら、余生を過ごした。ありがとうございます。